今日、レトロゲームチャンネルです。今日はサイドバイサイドのスペシャルをやりたいと思います。で、前回2回動画撮ったんですけど、なんかメモリーカードのセーブデータが容量いっぱいだったみたいで、なんか保存できなかったみたいなんでね、まあもう一回一からやり直そうかなと思います。まあ、前回の2本は練習ということで、練習ということにして、今回からまあ本番っていうか、本番のゲームをやっていきたいと思います。じゃあレースモードで、じゃあこのモードで、どうしようか。じゃあまあセンターの白で AT で、まあこっからが本番です。まあこういう感じでスタートしていって、みんな早いんだ。ちょっと難易度はノーマルモード。サンプラーパスタイプ、あ、こういう感じですか。エクセンター、やっと慣れてきたね。ありますね。あれ、ぶつかってる。ない。あ、サイン。すげえ。3位、4位、あるあー、4位か。 Congratulations!まあ、こういう感じなんですね。ダメか。まあ、1位だけどね。結構。じゃあ、リプレイ見てみましょう。ちゃんと観客もいるんですね。やっぱぶつかると結構なロスになるんですね。
まあ、見てるだけなら楽しいですけど、実際にやるってなると結構大変ですね、これは。やっぱ見てる方が楽しいね、ゲームは。人がやってるゲーム、プレイ動画見てる方が楽しいかもしれない。最初にやり始めた時よりは、まあ、だいぶマシになってんじゃないかなと思います。まあ、これで上手に慣れていけばいいなとは思いますけど、これリプレイデータはセーブできると。で、セーブ OK。前セーブ OK、セーブ OK っていう表示が出なかったんです。ゲームオーバー。サイドバイサイド。セーブするときはオプションで、ロード、あ、じゃない、セーブで押して、あー、そっか、容量がいっぱいだってことか。じゃあ別のメモリーカードに保存してみますか。これだったら多分保存できると思います。あ、セーブ OK。 リプレイデータ保存しなくていいかな、そしたら。まあいいか。まあこんな感じで、まあ、今度はね、今度からちゃんとデータ、メモリカードにデータを残してプレイをしていきたいと思います。まあ、以上でこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。